アヒージョが食べたいな。はい、皆さん、僕はジャコミチンです。今日はですね、皆さんに思いもよらぬ料理を作っていこうと思うんですけども、使うのがですね、こちらのたこ焼き器を使って思いもよらない料理をね、作ろうと思うんですよ。なんだと思います？そう、アヒージョですね。開幕に漏れとった。漏れてた。アヒージョが食べたいな。もう漏れとった、漏れとったな。何食べたい。あ、吉野佐藤です。はい、お願いします。たこ焼き器を使ってですね、アヒージョを作りたいなと思ってるわけなんですよ。これね、買ってたこ焼き作ってから1年半ぐらいかな、1年半もないか、1年か、丸1年ぐらい、倉庫に眠ってましたけどね、やっと出番がやってきたということで、まあまあやっていきますよ。なので下準備ね、ちょっといろいろやっていきたいと思います。はい、ほんならまずニンニクね、みじん切りにしなきゃいけないからね、これで入れます、かぶせます、シェイク。これでね、簡単に剥けますんで、オッケー、まあこんなもんかな。むずむず、よし。じゃあね、先にもうオリーブオイルをね、こうひたひたに入れてやね、足りるかなこれ。うぃー、ニンニク入れて、今日ちょっと人に会う予定ないでしょ、佐藤。ないですね、今日どころか俺以外と会わへん。はい、ないです。よし、入れます。あとね、輪切りの唐辛子、これはちょっとねチートさせてもらいましたわ。そう、あんま辛いとね、佐藤が雑魚だから辛かったらごめんね。いやいや、全然。したらこれをね、よいしょ、こんな感じで、火にかけておくという感じですね。温まるまでにね、かなり時間がかかりますので、その間に具の準備をしていきましょう。はい、まずね、タコ。前回なんでタコがね、もう一回出てきたのかと、実はね、アヒージョ用でね、タコ買ってたからまだあったんですよね。で、今回はみじん切りにしなくていいから、ぶつ切りでね、いきたいと思う。はい、前回なんでみじん切りにしようとしたんだっけ。あ、なんかペースト状にしたタコをペースト状にしたかったっていう、ね、何やそれ。まあ結果どうなったかはね、ぜひ前回の動画をご覧くださいと。タコはやっぱもう切り慣れてるからな。よし、続きましてね、エビ。エビはね、もう剥くだけでいいかな。はい、この剥きエビの状態ね、この状態に全部していきます。よし、エビ OK。 はい、はい、続きましてね、牡蠣。生牡蠣、生食用だから、まあおそらく新鮮だろうと。生でも食えるぐらい新鮮ってことは、はい、加熱したらより安心安全、はい、だからね、これはもう水切るだけだね。よし、水切れだけど、もうちょっと余分な水分をね、切りたいので、キッチンペーパーでね、受け止めて、軽く、水、すごい水だな。はい、牡蠣、準備、OK。あとはね、マッシュルームね。マッシュルーム、これ、まあ、1個だとちょっとでかすぎるから、4分の1か。こんな感じで切っておきます。はい、マッシュルームカット完了ということで、すべての具材がね、できましたんで、あとは、アヒージョパーティーや。よし、いきまーす。うー、牡蠣、タコ、あっちゃい、タコ、エビ、うわ、ふー、マッシュルーム、よいしょ、ちょっとね微調整、オッケー。あとはサトン、この串でよ、転がしていくよ。もっと入るな。タコ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 、あがれ、あがれの感じが違うな。よし、先行かしてもらおうかの。はい、
めっちゃ縮んだよ、ほらカップヌードルに入っとるエビぐらい。そうですね、縮んだ。マッシュルームも縮んだ。いただきます。まずじゃあちょっとあれですね、牡蠣から。うまっ、うまっ。塩振ってなかった、塩オリーブオイル、うまいね。エビいただきます。剥いた甲斐があったわ。タコ、タコさんよりこっちやなマッシュルームうまっ。オリーブオイルとニンニクと鷹の爪とこう塩、そのうまみをギュッとねマッシュルーム吸ってるわ。ノフ、うまいぞこれ。ノフも食べなよ。サドン食べてみて。はい、いただきます。うん、まうまいでしょ。あ、めちゃめちゃ美味しいっすねこれ。牡蠣うます。あ、マッシュルームうま。吸ってるよね、うまいエキスをね。はい、エキスめっちゃ吸って、しかもめちゃめちゃ適当に振ったと思われてた塩、完璧。適量やろ、適当だと思ったんかそうです、なんかあのババババみたいな、うん、計算してるから俺ちゃんとアヒージョなんか一個一個がうまいよね。はい、オリーブオイルもあのニンニクもやっぱ香りが強いからね。辛さ全然ちょうどいいっすね。そうでしょ、いただきます。大成功っすわ。先にエビタコ牡蠣をやるんよ、で最後にマッシュルームなんよ。魚介の旨味を全部吸うから。なるほど。うん、牡蠣苦手な人も食べれると思う。これを機に好きになる可能性っすわ。めちゃめちゃ美味しいっすわ牡蠣ねえ、まあ、YouTube さん、はい、匂い機能、匂い機能はよ共有したよねこれ、はい、この喜びを。何がいいって、実はこのアヒージョダイエット飯なんすわ。糖質ほとんどないから、じゃがいもとか入れると糖質がかなりオンしちゃうけど、はい、うん、よく噛むから満足感出るよね。さあ佐藤、メインディッシュよ。今このオリーブオイルにはうまみしか入ってないから、はい、つまり締めのこのマッシュルーム、これが一番おいしいから結局。めちゃめちゃ美味しいです。結局ね、はい、一番美味しくなっちゃうから。マッシュルームできましたんでね、ちょっとお先にいただこうと思います。知ってるから俺、真ん中の方は牡蠣のエキスが入ってるから、ここら辺はねエビの旨味がね、出てますから。そしてここはあのタコの旨味が出てますから。いただきます。さっきと全然違う。うまい、ちゃんと味するよ。どうですか。うまみ出てるわ。出てるわ。締めのマッシュルームが一番うまい。ごちそうさま。残りはね、佐藤あげるから。でも、うん、食べなかったらまた俺も食べるし。はい。っていう感じで、たこ焼き器でね、アヒージョやったんですけども、穴がいくつもあることによって、入れる具材をね、それぞれこう変えることができるよ。それがね、こうやってて楽しいっていうのがね、まずあるよね。たまにちょっとね、ポンと爆発するから、水気はしっかりね、あのしっかりめに取った方が、いいかと思いますのでね、その辺だけ、もしやる際は、気をつけて。途中からね、菜箸に変えましたけど、やっぱ菜箸が一番安全。割り箸とかね、短いやつでやるとちょっと危ないので、菜箸でアヒージョをね、こう取り分けてくださいと。ですね、めっちゃ食べたそうやん、もう。はい、チラ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 こっち見てカメラのこっちに目移りしちゃいますねずっとするよね、はい、味気になるよね。味めちゃめちゃ想像してます。めちゃめちゃ美味しいから、はい、という感じで、皆さんもぜひたこ焼き器ね、もし買った方はぜひアヒージョやってみてください。あとね、今回やった具材以外にもね、こんなのでアヒージョするよというのがもしありましたらコメント欄でぜひ教えてください。という感じでチャンネル登録と高評価いつもありがとうございます。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。